ダークセイバーです。今回は、元気になりたい時に見返すレースに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。元気になりたい時に見返すレースってある？俺は2022秋テント2000有馬、2018宝塚記念。1000メートル通過は、57秒4。を聞くたびに元気が湧いてくる。パンサラッサの大逃げだーって大ケヤ聞こえていくの良いよね。最後の届くのか届いた最後は天才の一撃まで完璧すぎる。あの時の大ケヤキを超えてきてくれたことにまず涙が出て、四角を。一人だけ曲がってくるパンサの姿にまた涙が出て。ロードカナロア3区パンサラッサ。世界のパンサラッサで無限に泣ける。その後のイクイノサシ含めて大好きなレース。2018宝塚は良すぎる。振り切ったか。4番ミッキーロケット。元気になりたい時は面白いのを見るに限る。84年ジャパンカップとか13年秋天とかね。2021京都大賞典。二人は逃げキュア。ナリブ VS トップガン。逮捕の菊花賞。シルバーソニックがシルバーソニックした春天。当時は他死ぬほど心配したけど、自分で起き上がってくれて無傷だったおかげだよね。今では見返すたびに爆笑してる。シルビーに泣きながら近づいたスタッフの人の話大好き。右手を上げた武豊はいつ見ても元気になる。好きな馬が勝ってるレース。2012年の有馬記念と2013年のダービー実況は関西テレビ版。阪神大賞典。ステイゴールドザシギレステイゴールドエクラステイゴールドステイゴールドのやつ。ステゴの香港バーズをラジオ版音声で見たい。差し切ったーって絶叫しておいて我に返ってからラストランで G1 取ったかって濁そうとしてるの無理がありすぎて大好き。ウォッカの日本ダービー64年ぶりの夢叶うが好きすぎる。プラメンテサツキ賞、タイトルホルダー宝塚記念、スターズオンアースオークス、リバティアイランド桜花賞、デルマ外掛け UAE ダービー。一瞬最後はプラメンテ関係なしと思ったけど2着エレイデで関係あるじゃねえか。16年小倉記念あたりかな。最初から最後まで闘魂注入たっぷり。2013年日本ダービー青島実況メロディーレインのことステークス。断然8秋天他にも色々あるけどこれがダントツ。毎回外から先輩ダービーバウォッカーの瞬間に音量を爆上げにして坂を登るしてしまう。牝馬と今年のダービーバ、やっぱ青島さんすげえよ。98毎日、真っ向勝負からの逃げ切り勝ちは燃えるしエネルギーもらえる。ディープの春天。2013有馬、西日に照らされた金色の馬体が一気にめくってちぎりり捨てていく。追い込みがバシッと決まったレースは見ていて気持ちいい。18頭歓喜の大行進は東京525メートルの直線コースを残すのみからのドージュース逆襲の末足の2022日本ダービー。スタート前の君だけのヒーローを見つけ出せも好き。エースのジャパンカップとウォッカのダービー。誰からも期待されてない中で意地の勝利を挙げるのかっこいい。2020菊花賞、2017菊花賞、2012秋華賞。ヒーローカムズ、イクイノックス。イングランディーレの春天。15春天ゲート入りからあとは9エリジュ。青島実況の12有馬。21年ジャパンカップ、もう他には何も来ないで研ぎ澄まされるような何かがある。奇跡はいきません。遅いと見た川田雄二、やはり先頭して遺跡、もう他には何も来ない。空の彼方に最後の奇跡、21ジャパンカップは名言が多すぎる。ロゴタイプの2016安田。レースも好きだけど、3年2ヶ月の陣営の苦悩とか思うと報われたのが本当に良かったな。ってなる、翌年の安田もセットで好き。ラブズのブリーダーズカップフィリーメアターフ、元気ない時は英語実況聞くとなんか元気出る。ジャストアウェイ？ジャストアウェイ？タイトルホルダーの宝塚。奇跡の菊花賞、スターズオンアースのオークス。ハーツくらいのドバイかな。コリアーヒルかフォルスタックか、しかし関係ないがいつもグッとくる。オルフェ宝塚。やべえコーナリングで順位上げて末足でさらに加速すんの見るとすごい元気出る。歴史に名を刻んだのは名声オペラ。初めて地方所属の馬が、中央の G1 を制しました。パンサの福島記念、ナランフレグの高松の宮、カルストンライトーのスプリンターズステークス。大拓山とのスプリンターズステークス、ブロードアピールのネギシステークス、青島爆心王のスプリントレース実況からしか得られない満足感がある。2003宝塚記念 KBS 実況版、最後の菱ミラクルダーで毎回のええつってひっくり返ってる楽しい。2021エリジュ、これが運命の赤い糸。ポタジェの大阪杯館テレ版好き。エフフォーリアは中段で揉まれている、エフフォーリアピンチーからの、ポタジェか？ポタジェか？
ポタジェだー。真ん中ポタジェ吉田隼人の変なイントネーションが癖になる。1993秋天、叩き合いの末、距離の限界を超え父の無念を晴らしたことを思うと本当に泣ける。今年の皐月賞、ソウルの大外からの直線一気もそうだが、ゴール後の武志の喜びを見ると自然と微笑んでしまうんだよな。2006帝王賞や2022年新潟記念のような一騎打ちは見てて楽しいし気持ちいいから好き。ステゴ香港、カブラヤオ日本ダービー、オルフェ2013有馬、大保宝塚かな。プラメンテの皐月賞、リバティアイランドの秋華賞、琵琶早秀の宝塚記念。パンサラッサのサウジカップとオシュバのドバイワールドカップとイクイノックスのドバイシーマをはしごしてる。ゴールドシップが勝ったレース見るとなんかいつも笑っちゃう。ツインターボのオールカマー。2017中山大障害間違いなく障害レース史上最高の一戦。さあ、前王者か現王者か青い帽子2頭の追い比べに変わる直線。やっぱりさ、22年 KO ハイスリリングカップと22年マッスルチャンピオンシップ。ベラズールだ、ベラズールだすごい足。2015年の宝塚記念だな。俺の失敗なんてちっぽけなもんだと思える。2000年有馬は心がくじけそうな時見ると最後まで頑張れる。絶望の壁をこじ開けて花差で年間無敗のグランドスラム達成するの何回見てもかっこよすぎる。向かい風を切り裂いて、どうだこの強さをか。サニブの皐月ダービー、ダスカの有馬、カンパニー劇場大団円、ジャスタウェイのドバイ、オジュートアップの2017年中山大障害、去年の秋天、ステゴの香港バーズと TM プリキュアの日系新春杯、苦労した馬が報われるの見ると自分もいつか報われるかもしれないって思える。これもわかるなぁ。カンパニーの秋天とかも好き。もう出てるけど魚っかのダービーだな。なんと、なんと、64年ぶりの夢かなう、魚っか戦闘、牝馬が見事に決めました。魚っかやったー、シーヒロフミ右手でガッツポーズ大好き。称えるべきは11年ぶり乙女の挑戦とか岡部さんやずんこの短いコメントや苦笑いっぽいリアクションを見るに。本当に牝馬が混合の、しかも G1 の大舞台かつダービーで勝つとかねえよだったんだなってなる。しかも当時のオークスはダイワスカーレットがオークスを回避してたから。やっちまったな。素直にオークスに行ってや勝てたのにダービーに逃げて大失敗じゃねえかみたいに煽られてたし。エアグルーヴにダイワスカーレットにジェンケルとか他にも大舞台でボバを相手に勝った牝馬はいるけど、ダービーという大舞台で勝った意味はあまりにも大きい。変則気味だけど魚っかの阪神ジュベナイルフィリーズとジャパンカップを連続して見てる。最初の G1 と最後の G1。ゴール手前でギリギリ差し切るレースと花差2センチでギリギリ耐え切るレース。いろんな部分が対比になってるように感じるとともに、いかに魚っかが変化したかみたいなのも楽しめて手軽にエモーショナルを感じられる。気持ちの良い勝ちっぷりは元気をもらえる。ジャスタウェイのドバイは途中から西川に気のホットリミット張りにちょっとこんなにはいらないってなるけど。2歳女王が蘇る。2歳女王が蘇る。ラッキーライラック。大優作だ大優作だこれはびっくり大優作。レッツウォーターキンムービースターヤマニングローバルなんとレッツウォーターキンだあ大崎翔一やった。ハーツクライディープインパクトなんとハーツクライダーディープインパクト破れるディープインパクト破れる。大番狂わせのレースいいよね。大優作は何度も見返してしまう。大穴のくせにマジで文句のつけようもないってのが素晴らしい。日本語を勉強するきっかけになった。ブロードアピールネギシステークス。2023ジャパンダートダービー。地方馬が中央馬に勝ったかつ、大井出身馬が最後の難関三冠馬になったのが、レース見るたび、もう一回脳を焼ける。オグリキャップのラストランの実況、オグリ一着ももちろん好きなんだけど、白川次郎のさあ頑張るぞ、オグリキャップ、を聞くと、元気が出るというか心が奮い立たされる気分になる。僕はフジテレビの1週目ホームストレッチあたりの、夢、期待、願い、様々な思いが幾重にも重なり大きな声援となって中山競馬場に響き渡りますと3コーナーあたりの、澄み切った師走の空気を切り裂いて最後の力比べが始まりますが好きかな。ライスシャワーの春天。特に95年の方。向こう正面からの超ロングスパートで最後の直線フラフラになりながらギリギリ残すの見てるとどうしても力が入る。23年京都記念。ダービー馬は強いってのを表したレースだと思う。ジャパンカップ4着で復調の兆しが見えたし有馬記念楽しみ。2023日経賞。何回見ても泣けるし、いつかまたこの走りをって思える。あと1戦だと思うけど、悔いのないレースになればいいな。カンパニーのラストランいいよね。
重賞カテド G1 は遠く、4パニーと馬鹿にされても8歳で覚醒して、当時最強格の牧歌の2度の撃破と悲願の G1 制覇、初めての一番人気。さあ、6年の集大成見せてくれカンパニー、これぞカンパニー劇場、大団円。老流の優秀のびってほんまいいよな。カンパニーおじさんはマジで勇気をもらえる。カツラギエースのジャパンカップを見た後に、タップダンスシティのジャパンカップを見ると自分も頑張ろうって思える。オグリキャップラストラン、最後のオグリ世代の一票一台の鬼足、バカ逃げコンビの大番狂わせ、帝王の復活あの時の有馬はいろいろと神がかっていた。